鹿会場および残った卵の中身チェック。こんな感じです。はい。あ、なくなった。いやね、ゴムバンドとテープバンドどっちがいいんですかね。ゴムバンドと。ほら、あの午前中に頑張って立ってねっつったこう、ゴムバンドはテープバンド。ね。ゴムだとね。ヒナはでもこれでいいと思うんですよね。そんなにパワーないし。よいしょ。さて。輪ゴムが足りない気がする。大丈夫。そんなにいっぱい出ていないと思う。うん。悲しいの。え？え、悲しいの。よいしょ。はい、じゃあ始めますか。いいよ。果たして残り1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17はお目覚めになっているんでしょうか。はい、でははい、お、お、いいぞ、キャーパリンパリン、1,2,3,4いいね、5、お、出そう。あー、こっちはまだ、こっちもまだ、お、あ、いた、頑張れ、いいね、はい、でもあれでしょ、もう割るんでしょ、そう、もう割っちゃう、先に蚊解除してみますか。じゃあさて、泣くのか、あ、泣いた、元気だ、ピヨピヨ泣いてる、44、まあ、ついですね、え、いや、44のコード、あー、本当だ、なんかここだんだん暑くなってきたよね、開けっぱなしでもいいんじゃねと思って、あ、そこでも閉めよう、どんどん温度が上がっちゃう、あ、深きは開けっぱなしでも確かに。ここ多分大丈夫だよね。ね、でも一応閉めるけど。はい。ひなが寒がることはない温度ですね。29.9度。暑いな。足が出てる。うん。足から割っていくスタイル。うん、足か口ばしか。くちばしで最初割るんじゃないかなって思うけど、よいしょ、いいですね、いいよ、おはよう、おはよう、なんかおへそが丸わかり、元気元気、濡れてるからじゃない、よ、おへそを中心に渦を巻いてる、うんうん、渦巻きべそ、あー、これがいわゆる台風の目ですね。台風はまだこの辺は全く被害はないですけど、よいしょ、よいしょ、さあ、お泣きなさい、はい、ピーピー、表、はい、955です、健康だ、健康だね、今回あれじゃない、産んでる子はみんな重いというか割と重ためが多い、いい感じじゃない、ね、700とかいなくない、いないですね、いない、いない、いいぞ、健康だぞ、ウエッティだなあー、ボールペンが90、ついにもうちょっとで、あと10話で100話、今回100話いかないかな、いやいやいや、先にこっちか、今回で100話行きたいですね、行きたいね、今5話ぐらいいたから95までは行く、ね、あ、パッカンパッカン開けたやつ全部埋まれればいいね、あ、元気元気、すごく元気、偉いぞ、いや、いい足ね素晴らしい、むっちり加減、なんかこの子バランスがいいな、足も太いし、体
体に見合った足をして、そうそうそう、理想的なヒナの体型。よいしょ。つく姿勢もいい。あーよよいしょ。ごめんよ。どっち？キャー。なんだ？これはうんちです。うんちっておしっこです。え、メス？見えなかった。なんですか、やぶ落ち着いてヘビを出すなんて、ケツ落ち着いてうんこ出すみたいな。そんなことわざは言えません。下品である。はいはい、ごめんね。ごめんね。嫌、はい、だった。そりゃお腹押されたら出ちゃうよね。キリキリ。だって溜まってるんだもん。そうそう。ごめんよ。メスです。ボールペンが書けない。はい。じゃあこっちすごいいっぱい。四羽もいる。手前から、はい。泣いた健康時。うん。よいしょ。動いてる動いてる。中から音が聞こえてくるみたい。生まれてくるまでもうちょっとかな。パリパリ。卵白膜を剥くときが一番怖いよ。ああ、血が？だって俺が剥くと毎回血が出るの。そんなことはいいよ。よいしょ。血が出るっていうのは多分準備ができてない。まだ、まだ早かったんですよね。そうそうそう。まだ顔が出た。出た。はいはいはい、あ、自分で出てきた、えらいぞ。よよ、はい、ウェッティです。すごいよね、よくあんな丸まってるとこにね、いるよね。うん、きつきつ、きつすぎない、ね、こっちも上がっちゃいそう。うん、はいはい、ぎっしり座ってるね。ね、なんか隙間なんかないよね。ないないない、うん、窒息しちゃうのもわかる。あ、重たい。946。みんな 900g あるね。うん。あ、目が綺麗。黒豆だ。目に黒豆入れてんのか。黒豆。あ、泣いてる。よよよよよ。あ、目が、目に黒豆が。はい。こいつは泣いてるから元気です。うん。よ、お腹が縦に膨らんでいる。本当だ。ここに頭があったからじゃん。ああ、そうね。頭収納用の隙間、くぼみ。よよよよよ。ああ、この子も足が太いね。分かった分かった。あ、今日さ、うん、ダチョウのクイズ、うん、博物館にやってくれた人がいてさ、おー、そのはい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 、ダチョウの足の指は何本ですか、うん、って書いてあるじゃん。うん、あれさ、俺らは2本って答えてほしいけどさ、うん、4本でも正解だよ。あー、足の指は何本ですかっていう、2本合わせて、両足合わせてね。確かに、お客さんに言われました。あー、確かに、ごめん、わかんないオスだと思います。あ、忘れた。91番。うん、いや、でも今のオスか、どっちだろう。難しいね。難しい、出てこなかった。でも突起が、今日午前中にさ、うん、俺が言った泣くのオス、グエグエ言ってんのオスなんじゃね説さ、あーね、やってみたい。お、頑張れ頑張れ。よいしょ。で、泣かない子はほとほとん泣かないじゃん。ね、あ、ね、見て見て、あ、足がカリメロカリメロ。あ、こっちに頭がある。
両方ぶち上げたのね。これもこれで分かったね。あのぐるぐる中で回っているということが。そうだね。うん。一度穴開けたけど、ぐるっと回っちゃって、あれ穴どこ行った？もう一回開けようって。頑張ったね。わ、来た。おはよう。ございます。卵から生まれたばかりなのにもうダチョウで。ほれ、へその緒もちゃんと乾いてる。素晴らしい。はい。この状態で道に落ちてたらなんだかわかんない。わかんない。大丈夫？なんかソテツとかなんかが落ちてるのかな。ああ、確かに植物みたい。え、すごくあったかい。気持ちいい。ダチョウの体温って何、平熱って何度なの？平熱？ああ、38度か9度かなと。高い、ね。40度はないけど、高め。鳥の中ではでも低めと言われているらしいですよ。鳥は高いんだ。鳥は高い。はい、ごめんね。目が。めちゃくちゃ重たい。眠たいのかい。178。そういえばあれはいらっしゃいませはどこに置いた？いらっしゃいませはあっちですね。え、やばくないですか？聞こえないよ。え、いたらどうする？お客さん、いないとは思う。じゃあ、まあいいか。眠たいのか、目が赤いぞ。眠たいのかも。片目だけ赤いぞ。黒目どこ行った？魚の目みたい。おー、膜生きてる。眠いだけ、眠いだけ、眠いだけ。眠いだけっぽいけど。眠いね。ね、おはよう。ね、二つも穴開けてね、疲れたな。あ、そう、疲れちゃったんだよ。あら、綺麗な目だ。はい。一つ穴開けるだけでもね、大変なの。ね、ぐったりしている。頑張る必要ないこと頑張っちゃって。ね、くるっと回っちゃってさ。大丈夫か、復活してね。ね、頑張れ。お、動き出した。この瞬間にもうあれでしょ、この子は粘転しやすいだとかなんとか決まってるんでしょ。うん、卵のうちに決まるという説が正しければね。はい、ね、いいよ。大丈夫か、大丈夫か。起きて、もう起きて、起きる時間です。君の92番。うん、来てくれるといいんだけどな。よいしょ。ちゃんと起きて世界を見て。まあ疲れちゃったかもしれない。お尻が硬い。尻が硬いってよ。お尻硬いんですけど見えないよこれ。オスかな。はい。なかった気がする。なかった。え、今あった？いや、なんか色が白っぽくてオスかなと。はい。はい。はい。頑張れ。負けるな。よいしょ。ああ、見ようかな。元気がない。なんかそう、橋打ちした後に死んじゃう時があるんだよ。そうなの？そう。
あ、そのまま？あの力尽きだけ？うん、そう。原因はよくわからないんですけど、足打ちしたのに。そいつは生きてる。泣いた。うん、泣いた。足打ちにエネルギーを全部注いじゃった。そっか。いや、でもすごく珍しいパターンだと思うけどね。おはよう。おはよう。わっかよっ。すごい。わかりやすいな。おへそがわかりやすい。1年前、ふかふかすぎて、おへそがわからない。あーっていう動画を出したね。よいしょ。イソジンが塗りやすい。塗りやすい。見やすい。はい。いや、ずっしりしてるな。お腹が結構パンパン。パンパンだって。パンパン。1025。重いな。ビッグベイビー。1025。重たい。暴れない暴れない。その巨体で暴れない。落ちるよ、落ちたじゃん。ごめん。うわ、ダスト測んない。ダメよ。元気だね。よいしょ。よっよっよっ。いいいい。うん、元気元気。よしよしよし。いい子いい子。ずるん。お腹がパンパンだな。汚れちゃった。元気だ元気。ねえ、でこの子はめっちゃ美白だね。うんうん。足が綺麗。あら、足がムチムチだ。よいしょ。はい、はい。お前いたな。そのムチムチの足臭作ってくださいみたいな。ああ、もうそろそろできるんじゃない？できるよね。あの今まで、あの、不可解除で動画出したやつとかさ、全部素材取っといたからさ。素晴らしい。できるね。よし。ダチョウの足、ダチョウの足、豚足、ダチョウの足。わかるかな。間違い探し。以上、93番。あと7は欲しい。いいよっと。あー、すごい。ワンハンドルで欲しいな。イソジンがなんかもう乾いてない。さっき塗ったばっかだよね。ね、あ、全部こっちに行ったの。 ついちゃった。失礼。オスですね。いいよ。もう一回。よいしょ。あ、そうそう。うん。昨日あの、ここからヒナを持ってったんですよ。うんうん。その時に、持ってく時にもさ、おへそにさ、イソジンを塗るらしいじゃないですか。そう、そうですね。あれって意味あるんですか？でも今ね、塗っといた方がいいのかな。おへそから細菌感染をするのを、うん、なんか減らすためにまあ消毒するんですよ。うんうんうん。だからまあ塗った方がいいっちゃいい。でも結局すぐ乾いちゃうし取れちゃうんだけど。いや、農場長でね、うん、俺がやりながら、これは意味あるのかと。一応ありますよ。これ違う。違う。違う。ね。あ、頭が先に出ちゃった。ごめんね。よよよよよよ。はい。まあ動画のコメントに臭くないんですか？ちょっと生臭いよね。はい。あとね、卵の中はね、うんことおしっこでいっぱいだから。確かに。匂い以上。まだついてる？うん、でも取れそうだけどね。いや、泣いてるから元気だよ。
ね。何これ、美里町特産ブルーベリー。違いますね。でしょ、ブルーベリーを持って生まれてきたらすごい。ブルーベリーの皮とかほんと食べてほしいんだけどな。あ、なんかほら、ぶどうの皮で育った、ねね、豚だの、なんだ、牛だのいるじゃない。そうだね、ブルーベリーダチョウいいよ、ね、よくない、ダチョウの三里町の名産の肉としてさ。そうね、いいよ。生まれたばかりのひなの前で何の話をしてるんでしょうか。ごめんね、なかなかでもしっかりしてるよ。よいしょ。あー、めっちゃ泣くじゃん。ちょっと静かにして。ちょっと止まりな。あ、止まった。すごい、今止まった。大丈夫だよ。めちゃくちゃ泣く子だね。ね。これがあれだ。あの花瓶で走り回る人だ。かな。ねえ、頑張って。足が丸まってるよ。よいしょ。いいよ、いいよ。本当だ。爪が長い。爪長いよ。ねえ。分かった、分かった、分かった。落ち着きなさい。落ち着けないか。卵から出た興奮が。生まれたぜ。まあ元気なのはいいことだ。はい。よいしょ。よっよっ。どうなの？そのブルーベリーは取れない。うん、なんか無理に取ったらプシャーって出血しそう。なっちゃう。だってへそのくっついてるやつ取るの怖い。うん、あの途中でブチって切るか。そうだよね。あの乾くまで。勝手に。そうそうそう。乾いたら取れるからね。いいよ。はい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 。こいつ何キロだった？896。まあまあ重ため。まあ軽い方ではないけど、この群の中では軽い方。今回全体的に重たい。全体的に900。みんなやれたな。卵のそう栄養が足りてるのかな。ああ、言ってたやつ。そう。最初の方はあれだけどってやつ。そうそうそう。最初の方が確かにあのちっちゃい子が多かった気が。無理。もう。ん？ピヨピヨ。うーん、分かんないよ。分かった分かった。押す。ちょっともう諦めた。答え合わせしたみたいよね。ね、いいよいいよ。はい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 。幼稚園バスに入りたくない。そんな感じ。よいしょ、だいぶ汚れた。これで解除はおしまいかな。そうだね、そうですね。はい、ということで残りのひな不可解除でした。さようなら。